岐阜県立吉木高等学校。岐阜県立吉木高等学校は、岐阜県日田市古川町上木沢に位置する県立高等学校。学校の通称は吉高。年表については公式サイトを参照。吉木郡古川町では、第二次世界大戦前より、旧正中学校内市旧正中等教育学校を誘致する動きがあったものの、実際に開校するのは、 学生改革による新しい高等学校制度も発足を待たねばならなかった。古川町は、吉木郡の六村、細江村、小高里村、国府村、河井村、坂上村、坂下村と高校設置に向けた会合を行い、1948年、昭和23年5月17日に古川町ほか六河村に対し、 吉木高等学校組合の率を岐阜県知事から認可された。そして同年11月1日に定時制家庭の普通科、農業科、家庭科を設置する組合率吉木高等学校の開校式を挙行した。高校の校舎は古川町立古川小学校、現、日出市立古川小学校に曲がりしている古川町立古川中学校、現、 日田市立古川中学校からまたがりすることとなった。1949年昭和24年11月3日に古川中学校が税住地区へ新築移転したため、吉木高校の普通科と農業科も古川中学校校舎へ移転し、家庭科は元の古川小学校に残された。1950年昭和25年12月18日に、 吉木高等学校組合議会は、高校の県立追加を推進することを決定し、県立追加特別委員会を設けた。翌1951年、昭和26年1月の特別委員会では、県立追加を進めるために、古川小学校等校者を古川町から、吉木高等学校組合に譲渡し、組合構成町村の共同失業対策事業を、 導入して校舎前の水田を埋め立て、校地とグラウンドを整備することとした。同年4月、夜間部が開設され、8月には、グラウンド整備工事が着工し、10月に、古川町から校舎が譲渡された。1953年、昭和28年4月7日、陳情の成果が、実り寄県立吉木高等学校に移行し、引き続き定時制の参加を置いた。 同年6月30日、木造2階建ての本館が竣工し、7月30日に新校舎落成式と県立遺憾祝賀式を挙行した。なお旧設置者である吉木高等学校組合は1954年、昭和29年3月31日に吉木高等学校講演会に改唱し、学校施設の整備に貢献していくこととなる。 県立遺憾が実現した吉木高校では、次の目標として、全日制課程の設置を掲げ、岐阜県に陳情を繰り返した。その結果、1955年、昭和30年12月15日に、岐阜県教育委員会は、吉木高校に全日制普通の設置を決定し、1956年、昭和31年4月に、全日制普通課が開設された。 1958年、昭和33年、体育館が新築された。そして1963年、昭和38年に、定時制家庭がすべて廃止され、全日制普通科のみの学校となった。1965年、昭和40年、鉄筋コンクリート構造3階建ての校舎が建設された。あ、1967年、昭和42年、 上北地区にグラウンドが造成された。同年、文部省の答申、高等学校における理科、数学に関する学科の設置についてを受けて、岐阜県教育委員会が県内各地に理数科のおけを検討した。教育委員会は当初、日田地方では高山市の岐阜県立日田高等学校に設置することを計画していたが、諸事情により、 吉木高校に設置することが決まり、1973年、昭和48年に、理数科が設置された。これにより、吉木高校は1学年普通科3学級、理数科1学級となった。グラウンドと校舎が離れていることによる不便さと、生徒数の増加により、校舎もグラウンドのある上、下田地区へ移転することになり、1977年、昭和52年3月、 現校地へ移転が完了した。吉木高校の跡地は古川町図書館になった。1998年平成11年10月、同窓会館の白洋会館が竣工し、同年11月に学校創立50周年記念式典を挙行した。2016年平成28年3月29日、岐阜県立高等学校、 活性化計画策定委員会は審議まとめを公表し、地域の生徒数の減少により、将来的に小規模校になる可能性があるとして、グループ2に分類した。これを受け、単独校での活性化策を検討するため、地域の有識者を委員とする、地域連携による活力ある、高校づくり推進協議会が2017年5月に設置された。 2017年9月の第2回協議会では、第1回での委員の意見に回答する形で、学校側から改革案が提示された。改革案では、理数課は、いわゆる、特進課として、東京大学や、ヒダアカデミーとも連携しながら、SSH、スパーサイエンス、ハイスクールへの申請も視野に、課題解決能力を重視する新しい、大学入試制度改革に対応できる学科とし、 普通科では、国公立大学進学から就職まで、生徒の希望に応じた多様なコースの設定や、科目選択が可能となる、進学型単位制へ移行することを提案。委員の賛同を得て、現在、岐阜県教育委員会と協議を進めている。また、地域課題解決型キャリア教育として、東と連携しながら取り組んできた、吉田地域ききらめき、ユークプロジェクトを、 外部人材を有効利用しながら教育過程の中に取り込んでいく仕組みも議論している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。